はい、おはようございます。トロメでございます。今回も山動画を上げてまいりたいと思いますけれども、今回、お届けしてまいりますのがですね、またね、埼玉百名山ということでやってまいりました。今日は奥秩父ということでね、秩父の山奥にね、やってまいりまして、今日の埼玉百名山のですね、目標ということでございまして、白帯山と赤沢山っていうね、やつがありますので、こちら今日はね、目標2座ということで予定してね、やってまいりたいと思います。で、今日のね、登り口なんでございますけれども、こちら土地元広場っていうんですかね、駐車場がございましてですね、綺麗なね、おトイレなんかもね、ありますので、まあそういった感じでございましてね、ここからスタートしていきたいと思います。それではですね、行ってみたいと思います。はい、そんな感じでございましてね、行ってみたいと思います。土地元広場、ね、案内図なんてね出ておりますけれども、はい、そんな感じで行ってみましょう。こちら結構ね、今日のね山もね、まあまずですけれども、すれ違う方まずいないと思います。はい、あ、でもあれじゃないですか、これ看板出てんじゃないですか、白帯山方面ね、林道経由で行きましょうということでございますね、これね。はい、そんな感じでございまして、まあ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 、パー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 ということでね、まあ今日もね結構マニアックなんじゃねえのかなということでちょっと読んでるんですけれども、はい、そんな感じで行きましょう。はい、こんな感じでね、林道をテクテク歩いていくスタイルでございますが、こちら展望ポイントかと思いましたらね、ヘリポートですねこれね。はい、そんな感じでございまして行ってみましょう。 OK。 はい、こんな感じでございましてですね、白帯山登山道入り口ということでございまして、まあ、林道を約ね30分ぐらいねこれ歩いてきました。はい、そんな感じで白帯山登山道行ってみましょう。ここからがね本格的な登山道でございますね。 OK、 行きましょう。はい、こんな感じで登山道入ってすぐの状況ですけどね、杉林ゴンちゃんスタイル、まあそんな感じでございますね。 OK、 おりー。はい、こんな感じでございましてね、杉林ゴンロードからね、多少ちょっと表情がね変わって岩頃スタイルになってまいりましたよこれ。 OK。 ただね、結構ここまでのね、あれでございますけれども、こう快適ですね。もうガンガンこうあれですね、登山道も整ってますから、はい、ガシガシ登っていけるような感じでございますね。登りやすいです、非常に。こんな感じで、オーレイ、オーケー。ちょっとね、これ展望ポイントじゃねえかなこれね。ほら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 、そんな感じでございましてね、どうでしょうか、オーレイ。ほーら来たじゃん、ほらね、展望ポイントっすよこれ。来た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 、ほらザザンということでね、いいね展望が。よっしゃよっしゃ、行きましょう。 OK、 こんな感じでね、展望ポイントなんですけどね、意外と滑りやすいよこれ。そこそこ注意でございますよこれ。よっしゃ、はい、そんな感じ。ほら、ズゴっていかないようにね、ズゴっていくとこっち行っちゃうんでね。はい、そんな感じで行きましょう。オーライオーライ、よっしゃ。はい、もうすぐですね、一里観音っていうねゴッドがねなんかあるみたいなんですけどね、この辺に。どれだろう、 あれかな、どれだろう、なんかあったな。よいしょよいしょ、あ、あったあったあった、これだこれだ、これですね。おー、びっくりした、これだよ。あー、なるほどね、こういうことですね。ありまして、一里観音ですねこれ。はい、そんな感じで、あ、一里って書いてあるね、土地元一里って、一里三丁目、すごい、何年だろう、あー、ちょっとわかんないですけど、ゴッドですよ一里観音。OK、 そんな感じで行ってみましょう。おっしゃ、はい、こんな感じでございましてね、登山開始、約ですね、5キロ地点ですね、距離的に言いまして。で、ずっとね、もうこのルートはね、ゆるーいあれですね、登りというような感じでございますね。ね、このようなゆるーい稜線の登りスタイルということでございましてですね、ガンガン行けますよこれ。はい、まあそんな感じで、本当にこれといったね、
急だなっていうね、あれですね、傾斜がまだそんなにないですね。はい、もうずっと緩いね状況。 OK、 まあそんな感じで行ってみたいと思います。はい、こんな感じでございましてね、苔スタイルでございますね。多少ね表情がまた変わってきましたけども、もうちょっとでね、あれですね、白帯山のねピークだと思うんですよね。もうちょっとなんですよね。ただ相変わらずね、やっぱりそんなに傾斜はねないですね。まあ軽快に行けるパターンでございます。 OK OK。 今日初めてのねこの倒木ですね、箇所ちょいあれですけどね、よいしょ。まあ危険なあれはないですね、大丈夫ですね。はい、そんな感じで、でですね、視聴者の皆さんね、白帯山はねもうこれですね、これ登ってね白帯山なんで、まあ、直下にね今来ましたよ、ようやく。 OK、 よっしゃ行きましょう。よし、はい、そんな感じでございましてですね、シダの幻想的スタイルということでございましてですね、もうちょっとでねあれなんですよね、白帯山のあれですよ、登り口がねある感じなんだけど、ね、これなのかな、白帯山、これこっちかなね、よいしょ、あったあったあった、看板がねほらありましたよ。 OK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 、 よし、来た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 、白帯スタイル看板が出てきたじゃございませんかってことで、このシダのねこのスタイルをね登っていくパターンでございますよ。これ来た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 、 OK 行きましょう、白帯、よっしゃ行くぞい。 OK、 こんな感じでございましてですね、白帯さんまでのね、まあ、残りの感じでございますけれども、もうちょっとね上でこれ登り切って白帯山でございますけれどもね、まあまあ傾斜がね、まあきついですけど、まあこんなもんですよね大体ね。 OK、 あれ行こい、あれこい、行こい、あっしゃこい、よっしゃ、あれ OK、 こちら白帯の山頂でしょう、これが。来ました来ました来ました、よっしゃ来たぜおい、ほら、あー看板がありましたよ、看板が、来た白帯、ほら来ました最百、本日5日目、白帯山1793m ねと、私、まあそんな感じで三角点もありました。 OK、 よしよしよし、そんな感じで白帯山から山頂のね360度の展望はこの木々の囲まれスタイルですね、これね。はい、そんな感じで、こっちもねえな、展望ポイントはねあっちにあるかな、こっちもあれかな、ちょっと木があれしてますからね、よいしょ、はあ、あ、でもここちょっとした展望ポイントですね、ちょっとした展望ポイント、 OK、 ちょっと見えるよ、 OK、 まあこんな感じでちょい見え、ちょい見えスタイルですね。はい、見えるでしょうかね。はい、そんな感じでございまして、はい、まあいいや、ちょっとねこの山頂であれしましょう、飯でも食いましょうね、ちょうど今お昼なんで、飯休憩ちょっとしていきたいと思います。 OK、 はい、そんな感じで今日の昼飯はラーメンスタイル食べてまいりましょう。うん、うまいからのうまーい。はい、白帯山山頂でね昼飯休憩を終わりましたんでね、これから赤座山向かってまいりましょう。最百二座目やってまいりましょう。 OK、 はい、こんな感じでですね、今白帯山山頂からね赤沢山に向けて、一旦降りてね、また向かっておりますけれども、こちらですね、まあ、地図上ではあの明確な登山道の印がないんですけど、まあでもちゃんとしたあれですね、登山道の足の踏み跡はねある感じですね。はい、まあ、こっちからねあの来るとこ戻るよりも、
直接直近のルートになりますんで、まあ稜線をこうゆっくり下っていくようなね状況でございますけれども、まあ全然あれですね、足の踏み跡は普通にありますので、まあ通常の登山道と言ってもいいと思いますね。マニアではないです。 OK です。よっしゃ。でちょっとしたね展望ポイントがあったじゃないの、これ展望のポイントポイントポイント、 OKOKOK、 いいねいいね、展望ポイントありましたよ。ほらこちらのそちらで、あーこれ今日一の展望ポイントじゃないのこれ、ほらよし、はい来ました、おいよいしょ。そんな感じでちょっと縮みだな、これ完全崖スタイルの縮みからのニキニキニンということでございましてね、はい、そんな感じでいかがでしょうか展望ポイント。ちょっと今日もね一応せざっときましょう。あの赤座山のね展望がまたこれ保証がないんでね、ないかもしれないんで、ここでやっていきましょう。これかなりねあの崖とかねかっこいいですから、はい、あの行きましょうか、あの崖めがけて行ってみたいと思います。大いなるマンションセザール、ぴょこーんからの、よしよし、よっしゃーっと、すいません。そんな感じでね、よろしくお願いいたします。お騒がせいたしました。それでは、行ってみたいと思います。OK。あれ、なんかね、避難小屋がありましたね。ここのポイントですとね、ニリ観音ってね、あった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 、ニリ観音、ニリ観音あったよ。ほら、観音様がありましたよ。ほら、ニリ観音でございますね、こちらが。ああ、ゴッド、ありがとうございます。そういった、あっちにね、ニリ観音のあの先、あれ展望ポイントですね。よっしゃ。はい、そんな感じでね、ちょっと待ってくださいね。これ避難小屋。なんだろう、これ。ね。白帯山の避難小屋っつうのかなこれね、どんな状況か避難小屋チェックっつうことでございまして、もうバッチリ、あの板張りでね床ちゃんとね、あれですね、板でいい感じでございまして、はい、あのあれですね暖炉なんかもあってバッチリですね、これ本当に使えますねこれは。はい、そんな感じでございまして、はいはい、 OK でございます。避難小屋、そしてですねこちら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 ですよ、ほら展望ポイント間違いねえよこれ、あーよかった、ちゃんとした展望ポイントがあるじゃないですかこれ、よかった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 、はい、いやー来た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 、ちょっと待ってちょっと待って、これちょっと待ってください、まだ映さないよこれ、ちょっと待って、いやーこれね視聴者の皆さんこれやばいっすね。ああ、俺こんなすごいとこがあると思わなかったわ。はい、視聴者の皆さん行きますよ。行きますよ。はあ、チャカチャンチャンチャカチャンチャンチャカチャンチャンチャン。にーにーきにーん。ということでございまして、あれがね、あれですよね、白帯山ですよね、あれね。そしてこれですから。いや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 、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ただね、今、本当にせざっちゃったばっかりなんで、ちょっとくどくなっちゃうんでね、あれ行きましょうか。ね。あの、わかんないけどね、前方の、でかい山めがけていきましょう。ででんてんてん、キャラメルコーン！ははははははは、おーい！あとあとあキャラメルコーン、ガチャーゴー、オッケー、来た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 、まさかねこんな絶景ポイントがあるとは思いもしませんでしたからね、これね本当に、いやーよかった、本当よかった、これもうこれだけでもいいわ今日はね。まあそういった感じでね、赤沢山に向かっていきますか。はい、そんな感じで行ってみたいと思います。入り入り触れ入りほう、
ハリハリフレイホーホー、まる大ハンバーグ。はい、そんな感じでございましてね、絶景ポイント楽しみまして、まあ気持ちよくね、歌も2曲ね歌わせていただきましたんでね、まあ満足でございますよ本当に。まあそういった感じでございまして、今度はね十文字峠方面ですね、行ってみましょう。 OK、 こちら OK。 はい、こんな感じでございまして、視聴者の皆様ね、二里観音を過ぎますとね、こんな岩場になっちゃって、一気になんかね、あれですね、山の表情が変わりましたね、これね。まあそんな感じで面白くなってきましたよ本当にこれ。ええ、そんな感じで OK、 よいしょ。で一旦また降りる感じですね。よし、はい、ほらほらほら、また岩ですからね。 OK、 よいしょ。オーケー、いいねいいね。おお、ちょっとした危険ポイントでございますけれども、まあ、まあ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 パー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 ってことでね、まあまあパーパーですね。よし、まあ、こんな感じでございまして、よし、オーケー。まあ今ちょっとしたこんな岩場がね出てきましたけれども、もうあのね、やっぱりね、あの整った気持ちいいあれですね、稜線歩きですね。はい、ですからもうガンガンこう飛ばせると思いますね。 OK、 行ってみましょう。 OK、 またねいい感じの稜線歩きでございますけれどもね、ほら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 、展望ポイントがあった、あったあった、展望がいいですよ両サイド。 OK、 よっしゃ、こんな感じの尾根スタイル行ってみましょう。よし、この景色も好きですねこれね、こういう景色、こういう稜線いいですね。うん、最高ね。まあそんな感じでございまして、赤沢山はね、まあもうこの先でしょうかね、あれのピーク登って、で赤沢山見えるかな、どうだろうかなっていう感じですね。よし、もう少しですね、もう少しこっちは OK、 ラスト赤沢スタイル、足の踏み跡はねそんなにないよこれ、結構ね人入ってないですねこれ赤沢山。まあそんな感じしますね。よし、もうちょっと、もうちょっとだよ、おり、よっしゃ、ほら来い、し、オーケー、登りきりましたよ。これでしょうね、それでしょうね、山頂はおそらく。よっしゃ、おり、どうだどうだ、どんな感じなんだ赤沢スタイル。あれ、あれ、これ、あー来た、看板があったよ、看板があった、よっしゃ、来た来た、痛い、来た、埼玉100名山、あー来た、あー結構マニアックだねこの看板もね、ちゃんとした看板がないですねやっぱりね。赤沢山1819と私ということでございましてですね、ただただ三角点ありましたよさっき、あった、ほらほらほら、これ三角点、ありがとうございます。よし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 、そしてですね、赤沢スタイルからの360度の展望をお届けしまっちょ、ニキ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 ニン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 ということでございまして、木々に囲まれスタイル、まあこんな感じでございます。まあいずれにいたしましてもですね、でもね、埼玉百名山新座、本日のノルマ達成しました。いやー、ここまでね何時間かかったんだろうね、これ3時間40分もかかっちゃったよこれ。意外と距離はね10キロぐらいこれ片道あるんで、意外とあるんですよね距離が。はい、まあそんな感じでございまして、でこれからね、ピストンですね、ピストンスタイルで下山の運びを取ってまいりたいと思います。 OK、 そんな感じで下山はねもうかっ飛ばして降りてまいりましょう。これそんな感じで、よいしょ、降り、 OK、 先ほどのねこれ鎖ポイントね、行ってみましょう。よいしょ、よいしょと、よいしょだ、よいしょと、 OK、
よっしゃ。OK、白帯山の避難小屋通過でございます。あの岩の名前あったんですね、これね、覗き岩ってんですね、これね。はい、もう一回ちょっと見ていきましょうか。今日のね、本当に唯一と言っていいほどね、もう一番の展望ポイントなんで、空の表情は変わってるかな、そんな感じでございまして、どんな感じになってますかね。よいしょ。はい、あーでもね、ちょっと表情が変わってるかな、あの辺の雲の感じがね。よいしょ。はい、そんな感じでございまして、あー赤沢はあれかな、あれですね、赤沢はね。はい、そんな感じでございまして、行ってみましょう。よし、 OK、 来ました来ました、一里観音様、はい、通過でございます。 OK、 よっしゃ行こう。ほれい、はい、そんな感じでございまして、ここがね展望ポイントでございますよ。ザザンということでね、結構ここ危ないですね。はい、こんな感じでございますから、よいしょ、よいしょ、 OK、 OK、 林道のアスファルトが見えましたよ。 OK、 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 いやー、こっからあとはね、まあ林道歩きになりますけれども、いや意外とね長かったね、意外と。よし、来た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 、よっしゃ、はい来た、二人さん登山口来たよ。はい、そんな感じで、あとはあれですね、林道スタイルということで行ってみましょう。残り OK、 はい、こんな感じでございましてね、残りはもう林道歩きでございますから、まあ今日のね、締めのお話の方ねさせていただきたいと思いますということでございました。本日はですね、埼玉百名山の白帯山と赤沢山ということでね、2座撮らせていただきましたけども、登山のね今回のルートの感想でございますけれども、まあ動画の通りでございまして、まず危険箇所はまずほぼないですかね。岩場もちょっと1箇所ロープのところありましたけれども、あれもまあね、ワンアクションぐらいなんで全く問題ないですね。そして、山の腹部分をね、ちょっとあの展望のいいところをですね、横切るところなんかもちょっと足場が砂利だったんで、それもまあ転倒注意なのかなっていうところぐらいかなと思いますね。あとですね、登山道も全体的にもう結構なだらかなね、あの感じなもんですから、結構あの今回のルートはね、距離的にはそこそこあると思うんですけども、トレイルランニングなんかねやる方はもうベストの感じですね。もうなだらかなアップダウンがずっと続く感じなんで、本当にトレイルランニングみたいな感じでね、行く感じで行けば本当に快適にね行けるルートなのかなという印象でございます。あとは肝心な白帯山と赤沢山のね、あの山頂からの展望はないんですけれども、そんなにね山頂はどちらもですね、人が入ってないようなね、足の踏み跡がそんなにないですね。ですからまあ結構マニアックなね感じですけれども、あの登山道はちゃんとしっかり全部整備されてますから、まあそういった印象でございましたね。それでですね、まあ今日の一番のスポットといえばですね、二里観音のあの覗き岩っていうんですかね、あの岩のところ、あそこはもう私、まあこういったあんまり調べないでねわざと来るんですけれども、もうあの覗き岩のね展望はもう圧巻感の感ということでございましてね、まあ今日の一番のねこのルートの目玉ポイントなのかなということでございましてね、最高でございました。まあそういったことでございまして、展望あり、ね、あとは登山道もしっかり整備されてますし安全ですし、結構ね今回思ってたよりもね、満足といくですね参考となりましたね。まあそういったことでございましてですね、また動画の方ね上げていきたいと思います。また私にね、こんな山のこんなルートを登ってくださいっていうね、リクエストコメント大変助かりますので、またこれ埼玉のね土地勘なんかもまだまだありませんので、こちらの山のね、皆様方地元の方ご紹介なんかね、していただければね大変ありがたいんでね、よろしくお願いいたします。まあそういったことでございまして、また動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画、次のライブ配信でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。